ミクエブさん1個目でございます、ありがとう。なこれ、ミートボールさん、ミートボールさん、もっくん、てっちゃん、母さん、ギフトありがとう。ふくちゃん、ゆのえもんさん、ギフトありがとうございます。うん、足早いですね。前髪が伸びてる。しかもな、長さ違うくね。長さが違うくねってめっちゃ思ってた。りんたろうさん、ふうさん、やすべえさん、ギフトありがとう。おはようございます。レベル18まで来た。マジ？アリサ結局30までできましたよ。イエーイ、レベル30にした。レベル30が目標やったから、レベル30にしてもう寝た。追い越された。イエーイ、みんな追い越したぞよ。34位もありさ。まさひろさん、好きやもん、ゲストありがとう。アイドル人生、うん、アーカリスの本買いたい。パンデラさん、ハートありがとう。エール、エール返せるんかな。あれって1日100個エール返せるようになったのかな。チャップスさん、ハートありがとう。ちょっとやってみます。エッグジャムもらえたよ。お、エール返せるようになってる。ポン。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。え、どういうこと。9人に返したらもう最大送れる最大エール超えましたって言われたけど、9個しか送ってないけど、どういうこと。これもう送れんがな。うん、毎回怖い。それな、3時にエール復活。あ、そうなん。エール復活したのに9個しか送れんかったん、アリサ。やばすぎん。もうエール返せないや。ピエン、9人しか返してないよ。なんでなん。はてな。はてな、はてな。ジジマーク、ハートありがとう。パオン、パオン。ヘールともに過ごした日々を胸に抱いて。100個、うん、100個、9個送ったらもう
最大利用なんとか超えましたって言われた。悲しい。スランプくんハートありがとうございます。ハートあ声がおかしいぞ。今日髪がボサボサすぎやばい。何があったんてぐらい寝癖ボサボサだけど、もうこのまま行くぜ。これは直せれんや。何があったんやってくらいボサボサだけど、このまま行きます。朝が早早まんですな。6時に起きたもんだって。まがみがん長い。これでもうちょっと伸ばしたらいいんか。ひろたんたんハートありがとう。ありがとう。お気に入りのブラジャー、そうそう、これにスカートはレザーのスカートじゃないわ短パンや、レザーの短パンです。今日はひろたんたんハートありがとう。チャピさん花束、りんたろうさん5番ありがとうございます。お布団が恋しすぎる、それな。もう寒すぎて、寒すぎて、もう何、分厚めの、ごつめの毛布出した、出してもらいました。おはよう。無料ガチャ、あれさ、なんか無料ガチャ始まったらというか、できるようになったらなんか通知来るみたいな言ってたんですよ。勉強会というか何その教えてもらった時に、そう、なんか無料ガチャ引けるようになったら、うん、通知来るようになってるから通知は取るようにしてくださいみたいな言われたんやけど、来る無料ガチャ来る通知、うん、通知は一応オンにしとるけど、エールが届きましたの通知しか来ん気がするエールが届いたか、コメントチャットみたいなが届きましたのやつしか来ん気がするんやけど。無料ガチャとか始まりましたっていうお知らせが通知で来るから、取っておいてって言われとったら、あんま来ん気がするんやけど。レール通知なりまくって通知オフにしたら、一応レールオフにした方がいい気がする。あれは
なめっちゃ鳴ってるもんだって携帯がビョン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 。おはようございます、おはようございます。それめっちゃ深夜でも鳴るよ、だってビョンビョンビョンって。そう、次夜とかは次の日のさ、アラーム設定で起きんといけんから、普通にもうマナーモードにもしてないし、めっちゃ爆音もう全部音量上げてるからさ、めっちゃ聞こえる、ミャン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 。めっちゃ鳴る、言って鳴るよ面白い、うん、ももかちゃんハートありがとう、こんな深夜にやってんやなと思ってうん、みな絶対通知オフにしといたらいいよ、だってコンも重要な、そう、なんか何やったっけ、そのガチャのやつとか、なんて言ってたかな、ちょっと忘れたけど、通知来るから取っておいてくださいって言われたでも一生通知来ん、そのような通知はまだなんかな、いや分からん、うん、エールはビビピュンピュンピュン、まだヒロシアかわいい、ありがとうございます。すべては11月1日からなんかな。みやこ先生だるま、ありがとうございます。かゆ、ピュン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 、通知に紛れる、確かに。でもどうやってさ通知をオフにするんやオフにする気はあんまやけど、どうやってオフにするんやろか、これかな、設定のとこか、ドラエグの通知を許可をこうすれんか、できた、できたぞパンジェラさん、みやこ先生キストありがとう。11月1日だった、一旦あげてみてからやろう一旦あげてみてやろうと思います。ピュ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 、ガラガエクスイミングがあれやって別に鳴ってても別に気にせず寝とったけど5時から起きてますオーラ、それは肝心やろでも6時から起きてました、5時はさすがに起きてない、でも6時から起きてた、もうご飯食べたし、まんまわん惜しいね惜しいね、
通知オフにする通知オフにする見せたら通知オンにしてたんだよ本当はね。通知オンにしておいた方がいいですよって言われたから。6時起きのあり本当言うて50分ぐらい前の話やけんね。じゃーん、それではキャッチフレーズいきます。アリちゃんを信頼なアリアリアリサゴーシュコー、はい、ありがとうございます。ちょっと高校1年生のアリちゃんことみなしアリサです。いつもだったら余裕でまだ寝とる。7時から配信する予定の時は余裕でまだ寝とる。あと8分後ぐらいまで寝とるそれではギフトを読みます。バンジェロさん、みゃんこ先生、まさひろしゃん、ももかちゃん、りんたろうさん、ちゃびちゃびさん、ひろたんたん、スランプくん、ジジーマーくん、そういちろうさん、チャップスさん、りんたろうさん、ひろたんたん、パンジャラさん、スケーモンくん、ふーさん、ゆのえもんさん、ふくちゃん、かあさん、てっちゃん、もっくん、ミートボールみたいな絵文字のありがとうございます。ではランキングいきます。13位ひでじろうさん、12位コウト、13位シュウコウジさん、12位ヒゲノマサさん、11位ショウイチロウさん、10位ヒデジロウさん、9位カンちゃん、8位ユウボウさん、7位アキサトさん、6位ヒデさん、5位キズナックさん、4位ビッグヨウさん、3位マネラモンスターさん、2位マサヒロシャン、1位は1位はなんヤスベさんです。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。今日は夕方配信ができないかもしれまへんが、しみまへん、よろしくお願いします。それで今日は早めだったけ、見てくれてありがとうございました。今日も頑張っていきましょう。バイバーイ。